With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. こんにちは、神社ガイド、すくなちあきです。今日も見ていただきありがとうございます。さて、今日はセンタリングについてお話しします。千秋流マインドフルネス参拝では、鳥居をくぐる前にセンタリングについてもお話しします。センタリングした状態で鳥居をくぐって参道を歩いていって神様に会いに行くと、神様とつながりやすい周波数、コンディションになるからです。で、普段もセンタリングってできているに越したことはないのでお話しします。で、センタリングする方法っていうのはたくさんあるんですが、そもそもセンタリングって何ぞやって話ですよね。マインドフルネスになる状態なんです。自分の意識が自分の体の中に中心ですね。ここをね、貫いた感じで柱みたいにね、センターにイングです。その状態になる。あるんですね。今ここ、この瞬間に自分の意識が体の中に収まっている、静まっている状態をセンタリングと言います。で、普段ね、我々ほとんどの場合ね、体の外に意識って散らばっているんです。散漫しているんですよね。例えばね、過去に思いを馳せている時も、未来を思い悩んでいる時も、外にエネルギー、意識って出ちゃってるんですよね。漏れ出ちゃってるね。それってもったいないことなんですよ。自分のエネルギーは、意識は、全部いつも自分の体の中にくっと収まっていると、疲れないし、直感力とかも、さえさえになってくるんですよね。ということで、本題です。最も簡単なセンタリングの方法。笑うことです。笑ってる時って、センタリングできてるんですよ、自然と。で、ちなみに、泣いてる時も怒ってる時もできてるんですよね。だから喜怒哀楽って、悪いことではないんですよ。どれに対してもね。ただ、笑うのが一番、簡単だし、疲れないし、楽しいし、特に参拝前は、笑ってから、ふわっと笑ってから、緩んでから、行った方がいいですよね。ちょっと怒ってからとか。泣きながらとかっていうよりは、ね、たまたま泣いちゃったとかって言うならいいけど、まず泣いてから、みたいな、難しいじゃないですか。笑うのはね、簡単だからね。ねえ、日々もね、まあ参拝していない時もですね、神社に行ってない時も、できるだけね、笑うようにすると。エネルギーが自分の中に、きっと収納されていて、で、いい感じで実力発揮できるかなって思います。ということで、本日の神様からのメッセージもこちらです。はい、軽く明るくいくがよい。必死ではなく必勝がよい。こう、必勝って普通っていうか、よく言う必勝は必ず勝つですよね。そうじゃなくて必ず笑うです。で、必ず勝つの方の必勝だと必死になっちゃうじゃないですか。で、必死だと重いんですよ。で、どっちかというと暗い。ね。そうじゃなくて軽く、明るく必勝っていう感じです。
ということで、皆様、今日も軽く明るく面白く参りましょう。スクナ千秋でした。あ、そうだ今思い出したぞ。以前に作ったお不動様の YouTube があります。それにもセンタリングについて、述べています。お不動様に行くとセンタリングとグラウンディングできるよってね。で、その YouTube 概要欄に貼っておきますね。それもご参照になってください。ということで、今日はこの辺で。やさかー。